ベツレヘム、ヘブライ語、は、ヨルダン川西岸地区南部にある、パレスチナベツレヘム県の県と、2016年の推計人口は3万1799人。経済は主に観光で成り立っている。ヘブライ語聖書では、ダビデの町とされ、新約聖書では、イエス・キリストの生誕地とされている。世界最古のキリスト教共同体が存在したが、移住のため縮小していった。 529年にサマリア人によって奪われたが、東ローマ帝国のユスキニアヌス一世が再建した。637年、イスラム教の政党カリフ、ウマルイブンハッターブによって征服された。1099年、十字軍はベツレヘムを陥落させた後、要塞化し、ギリシャ正教の神父からカトリックの神父に変えた。サラディンに町が落とされると、 カトリックの神父は追い出された。1250年に始まるマムルーク朝により壁が破壊されたがオスマン帝国の時代に再建された。第一次世界大戦中にイギリスがオスマン帝国からその支配権をもぎ取ると、それは1947年のパレスチナ分割決議につながっていった。1948年第一次中東戦争が始まりヨルダンが併合した。 1967年の第三次中東戦争ではイスラエルに占領された。1995年以降、ベツレヘムはパレスチナ自治政府が治めている。ベツレヘムではムスリムが多数派だが、パレスチナにおける最大級のキリスト教コミュニティも存在する。ベツレヘムの主要産業は観光で、クリスマスのピーク時には高端教会への巡礼者が大勢押し寄せる。 ベツレヘムはおよそ30軒のホテルと300軒の手工芸品工房が存在する。ユダヤ教の重要な聖地、ラケル病はベツレヘムの北部に位置する。ベツレヘムと同様に宗教的に重要な都市であるエルサレムとは10キロメートルほどしか離れていないが、現在はイスラエルが建設した壁によって隔てられている。アマルナ文書に初めて登場し、 エルサレムの王が彼の支配者であるエジプトの王に、ハビルの暴動からビットラミーを取り戻すのに助けを求めている。この名称は、現代のものと似ており、ベツレヘムがカナン人の集落だったことを示すと考えられている。ラフムは、アッカドの神話に出る、法上の神で、カナン人にラハムとして崇拝されていた。紀元前3000年頃彼らは、現在、 生誕の丘として知られている丘の上に神を崇拝する神殿を建てた。町はラハムの家を意味するバイトラコマとして知られるようになった。ウィリアム・オルブライトは発音が3500年前からほぼ変わらずに残っているが意味は異なっていると記した。カナン人の言葉では神ラハムの神殿、ヘブライ語とアラム語ではパンの家、アラビア語では肉の家である。 2012年のダビデの町の発掘調査で古代ヘブライ語が書き込まれたブーラと呼ばれる印象が発見された。印象にはベツレヘムの町から王へと書かれており、紀元前7世紀か8世紀頃に税の支払いのために穀物やワインなどを出荷する際使用されたと思われる。聖書学者はベツレヘムがユダ王国の山岳地帯にあり、記憶を意味する聖書のエフラタと、 同じだろうと考えている。三箇所にもベツレヘムエフラタとして書かれている。聖書では、ユダのベツレヘム、ダビデの町とも呼んでいる。タナハと聖書にはラケルが死に、行く、道の傍らに埋葬されたと記されている。歴史的な墓所であるラケル病は、ベツレヘムの入り口にある。ルツキによれば、東に向かう谷は、モアブのルツが落ち棒を拾い、ナオミと共に戻った場所である。 イスラエルの王、ダビデの父エスサイが生まれ、預言者サムエルがダビデに油を注いだ場所である。ダビデがアドラムの洞窟に隠れている際に3人の勇士が水を汲んできた井戸はベツレヘムの井戸である。資料とキリスト教の伝承によるとイエスキリストはベツレヘムに生まれた。4世紀頃に記されたボルドーの巡礼者の旅行記ではダビデやエゼキエル、アザフ、ヨブ、ソロモンの墓が ベツレヘムの近くにあったという。これについては確たる証拠は何一つ存在しない。ベツレヘム、1882年132年から135年に、かけ、バル国場の乱が起こったが結局ローマにより再度、占領された。ユダヤ人の住民は、ハドリアノスの軍隊に追い出された。ローマ人は、ギリシャ神話のアドーニスの神殿を生誕の地に建てた。 東ローマ帝国初代皇帝コンスタンティヌス一世の母親聖ヘレナが326年にベツレヘムを訪れた時生誕教会は混流された。529年に起きたサマリア人の反乱時にベツレヘムは略奪され都市の壁と生誕教会は破壊されたがユスティニアヌス一世の命により再建された。614年ペルシャはユダヤ人の反乱に乗じ。 パレスチナプリマに信仰ベツレヘムを奪った。区言によれば、東方三博士がペルシャの装束で描かれていたため彼らは教会を破壊しなかった。637年、エルサレムが占領された直後、ウマルイブンハッター文によりキリスト教徒が生誕教会を使用することを認められた。彼の名を冠したオマールのモスクは、彼が祈りを捧げた場所である教会の隣に、 後の時代に建設された。ベツレヘムはその後8世紀中はウマイヤ朝が支配し9世紀にはアッパース朝が支配した。ペルシャ人の地理学者は9世紀中頃によく保護され非常に通敬されている教会があったと記している。985年アラビア人地理学者あるムカターシーはベツレヘムを訪れその教会をコンスタンティヌスのバシリカ 国中探してもこれほどのものは見つからない。と記した。1009年、ファーティマ朝第6代カリフ、ハーキムは生誕教会の破壊を命じたが、地元のムスリムにより破壊は免れた。なぜなら彼らは南の抑浪で拝礼することが許されていたからである。1099年、ベツレヘムは十字軍によって占領された。彼らは要塞化し、 生誕教会の北側に新しく修道院を建てた。ギリシャ正教の神父はその座から追い出され、代わりにカトリックの神父が収まった。その時点まではこの地域はギリシャ正教の管轄であった。1100年のクリスマス、ボードアン一世はベツレヘムでエルサレム王に退官した。また、同年にベツレヘムはカトリックの管轄となった。1187年、 アイユー部長のサラディンは十字軍の手からベツレヘムを取り戻した。カトリックの神父たちは退去させられた。1192年にはサラディンは二人の司祭と二人の女祭が戻ることを認めた。しかし、ヨーロッパの巡礼者は急激に減少し、彼らとの小取引が減ったことは、ベツレヘムにとって悩みの種となった。ヌベールハクギオーム4世は、ベツレヘムの死教に、 ムスリムの手によって陥落した場合は、クラムシーの小さな町に招待することを約束し、1223年に司教はクラムシーに住み着いた。クラムシーには片だけのベツレヘム司教座が1789年のフランス革命まで約600年間存在し続けた。ベツレヘムは1229年にエルサレム、ナザレ、サイダと共にアイユー部長のスルタン、 アルカーミルと神聖ローマ帝国のフリードリヒ2世の間で取り交わされた条約により10年間の休戦を条件としてエルサレム王国に割上された。条約は1239年に執行しベツレヘムは1244にムスリムによって奪還された。1250年にバイバルスの下でマムルークの権力が強まりキリスト教に対する寛容さは失われていった。 神父たちは町を去り、1263年に都市の壁は破壊された。次の世紀にはカトリックの神父はベツレヘムに戻り、生誕教会に隣接する修道院でその地位に就いた。ギリシャ正教は聖堂の管理権を与えられ、ミルクグロットをカトリックとアルメニア正教で共同管理することになった。オマールのモスク、1860年にウマルが ベツレヘムで祈りを捧げたことを記念して建てられた。ベツレヘム、1898年ベツレヘム死街1880年オスマン帝国支配下の1517年から、教会の管理について、カトリック教会と聖教会の間で論争が巻き起こった。16世紀の終わりまでに、エルサレム行政区の中で有数の都市となっており、7つの地域に細分化された。 この時期バズベスケはベツレヘムの長として使えていた。1596年から始まるオスマンの納税記録と人口調査ではベツレヘムは人口1435人で当時のパレスチナでは13番目に大きい都市であり、その総収入は3万アクチェであった。小麦、大麦、ブドウに課税されていた。ムスリムとキリスト教とは異なるコミュニティを形成し、 それぞれの指導者を持っていた。5名の指導者が16世紀中頃には存在し、そのうち3名はムスリムだった。納税記録によれば、キリスト教徒の税収は多く、人口が多かった、あるいはブドウよりも税収の多い穀物の栽培に力を入れていたのかも知れない。1831年から1841年にかけてパレスチナは、 エジプトのムハンマド・アリー朝の支配下にあった。この時期に町は地震に襲われた。1834年にイブラーヒーム・パシャによる反乱鎮圧の一環として、エジプト軍によりムスリム地区が破壊された。1841年、反乱は鎮圧され、第一次世界大戦が終わるまでオスマン帝国の支配下となった。オスマン支配下では、失業や徴兵制度、 重い課税などの様々な問題に直面し、その結果、大量の移民が発生した。特に南アメリカに移住するものが多かった。1850年代に、あるアメリカ合衆国の宣教師は、人口は4000人以下で、ほぼ全員がギリシャ正教に属していると伝えている。彼は、水不足が街の発展を妨げているとも伝えている。 1920年から1948年まで、ベツレヘムはイギリス委任統治領パレスチナの一部であった。1947年の国際連合総会におけるパレスチナ分割決議案で、ベツレヘムは国連統治地域となった。ヨルダンは第一次中東戦争時にベツレヘムを占領し、1947年から1948年にかけて、 イスラエルの占領地から多数の難民がベツレヘム地域に逃れてきた。正式な難民キャンプとなった北部のアイダキャンプ、アッザキャンプと南部のデヘイ社に主に居住した。難民の流入によって多数派はキリスト教徒からムスリムに変わった。ベツレヘムは1967年の第三次中東戦争で他のヨルダン川西岸地区とともに イスラエルに占領されるまでヨルダンが支配した。この後にイスラエルはベツレヘムを支配し、1995年、イスラエルは暫定自治拡大合意に基づき、パレスチナ自治政府に引き渡した。ベツレヘムのイスラエル軍兵士、1978年今日、ベツレヘム近隣の町、居住区は西にベートジャラ、東にベートサフール、南にレヘシャ、北にハルホマが存在する。 しかし北側は、イスラエル西岸地区の分離壁によって隔てられている。ベツレヘムの住居、2008年1995年12月21日に、イスラエル軍は、ベツレヘムから撤退、その3日後1995年の暫定時治拡大合意に準拠して、パレスチナ自治政府は、都市と軍を支配下に収めた。2000年から2005年に、第二次インティファーダが起こり、 ベツレヘムのインフラと観光業は被害をこむった。これに対しイスラエル国防軍は反撃として2002年に防御の盾作戦を発動、その戦闘地域の中心となった。この戦闘の際にパレスチナ過激派が多数退避していた交端協会をイスラエル国防軍は包囲した。包囲は39日間続き、神父が軟禁され何人かの過激派が死亡した。 最終的に過激派13名を国外追放することで決着した。ベツレヘムは海抜約775メートルに位置し、近隣のエルサレムと比べて30メートルほど高い。ユダヤ山地の南方に位置する。 ガザ及び地中海から北東におよそ7 3トル、アンマンから西におよそ7 5トル、テルアビブから南東におよそ5 9トル、エルサレムからは南におよそ1 0トルである。近隣の町はベートサファファとエルサレムが北に、ベートジャラが北西、フサンが西に、アルハデルとアルタスが南西に、ベートサフールが東にある。ベートジャラ以降の町は、ベツレヘムと、 都市的集積地域を形成している。アイダとアッザの難民キャンプは、地域内に存在する。ベツレヘムの中心地は、古くからの市街となっており、八つの区域に、別れも在庫状になり、メンジャー広場を取り囲んでいる。キリスト教徒の区域は、アン、ナハイレイ、ある、ホラヒュー、ある、アナトレイ、ある、タラジメイ、ある、コウッサ、レイザットがあり、アルファウェグレイが、 唯一のムスリムの区域である。キリスト教区域のほとんどは、そこに住んでいたガッサーアン族にちなんで命名されている。A、AL コウッサは18世紀に近隣のテコアから移住したアラブ人キリスト教徒たちが作った。旧市街の外にはシリア人の区域もあり、元はトルコのミディアットやマーサートの住民である。旧市街の総人口は約5000人である。ベツレヘムは、 地中海性気候に属し、夏は暑く乾燥しており冬は寒い。冬の天気は寒く、降水もある。1月が最も寒い月で、気温は摂氏1度から摂氏13度ほどである。5月から9月までは暖かく、8月は最も暑い月で摂氏30度以上となる。別レヘムは年平均700ミリの雨量があり、そのうち70%は11月から1月に、 かけてである。ベツレヘムの都市平均相対湿度は60%で1月から2月にかけてが最も高い。5月に最も低くなり、夜梅は年間で最大180日発生する。昼を中心に発生する地中海からの風の影響を受けるが、4月から6月中旬にかけてはアラビア砂漠のハムシンと呼ばれる熱風にも影響を受ける。 オスマン帝国の納税記録によれば16世紀初頭にはキリスト教徒は人口のおよそ60%を占めていたが16世紀半ばにはキリスト教徒とムスリムの比率は半々になっていた16世紀の終わりまでムスリムの住民は成人男性287人全員の納税記録が残されているオスマン帝国全体で キリスト教徒のような非ムスリムは、ジズヤを支払うことを要求されていた。1867年、あるアメリカ人は町には3000から4000人住んでいて、そのうち約100人はプロテスタントで、約300人はムスリム、残りはカトリックとギリシャ正教、それと少数はアルメニア正教に属していると記している。同年の他の報告では、キリスト教徒は3000人で、 ムスリムが50人と記している。1948年の都市の宗教別人口比率は、キリスト教徒が85%でほとんどがギリシャ正教とローマカトリック13、13%がムスリムとなっている。1967年イスラエルが実施した人口調査によると、14,439人が住民登録しており、人口の53.9%、 7790人がムスリムであったキリスト教徒は様々な教派を合わせて46.1%、6231人であった1997年のパレスチナ中央統計局の人口調査では21673人で、そのうち難民が6568人、総人口の30.3%となっている。 1997年のベツレヘムの住民の年齢分布は10歳以下が27.4%、10代は20%、20代は17.3%、30歳から44歳までが17.7%、45歳から64歳までが12.1%、65歳以上が5.3%となっている。 男女別に見ると男性が1079人、女性は1594人である。2007年の調査では、男性12753人、女性12513人、計25266人となっている。6709の住居が存在し、5211世帯が生活している。1世帯は、 平均4.8人の家族で構成されている。2005年までに住民のキリスト教徒の割合は劇的に減少し40%から50%程度である。旧市街に存在するモスクはメンジャー広場にあるオマールのモスクのみである。630年代のムスリムによるレバント征服からキリスト教徒たちはアラブ化していった。アルホラヒューアとアンナハイレイは ガッサーアン族を祖先に持つ、アラブ人キリスト教徒の一族である。アルホラヒューアは、イエメントワディムーサから移住した一族であり、アンナ・ハイレイは、ナジュラーンから移住した一族である。別の一族であるアるアナトレイもまたガッサーアン族を、祖先に持つ。ベツレヘムのキリスト教徒の女性たち、1911年、キリスト教徒人口の割合は、着実に低下している。 主な要因は移民であるが、低い出生率も低下の要因となっている。1947年には、キリスト教徒は人口の85%を占めていたが、1998年までには40%まで減少した。2005年に、当時のベツレヘム市長、ビクトル・バタルセは、物理的、または心理的なストレスと悪い経済状況により多くの人々が移住している。 キリスト教徒でもムスリムでも。しかし、キリスト教徒でより顕著となっている。なぜならすでに少数派となっているからである。と説明した。パレスチナ自治政府は、キリスト教徒との平等に努めているが、予防治安部隊と過激派による暴力事件が存在した。第二次インティファーダが起こり観光客が減少すると、外国人観光客用のサービスを提供している。 物やホテルの所有者である一部のキリスト教徒に経済的な打撃を与えた。キリスト教徒の流出に対しての統計分析は、中流階級にとって経済活動の環境がないこと、高等教育を受けられないことが原因となっていると指摘した。第二次インティファー大公、キリスト教徒のうち10%が街を去った。2006年にパレスチニアンセンター4。 リサーチカルチュラルディアローグは、キリスト教徒に対し世論調査を行った。回答のうち、ムスリムに友人がいる。政府は、市内にあるキリスト教の遺産に敬意を払っている。イスラエルへの旅行制限は、キリスト教徒の流出に起因しているとなった。しかし、ムスリムによる迫害が、キリスト教徒の人口を減少させる主な原因で、あると主張する者もいる。物の販売は、 ベツレヘムにとって大きな産業である。特にクリスマスシーズンになると大通りには店が立ち並び、手工芸品やスパイス、宝飾品、バクラバなどのお菓子を販売している。オリーブの木掘り物はベツレヘムを訪れた旅行者に一番人気の商品である。真珠母を使った装飾品もあり、こちらもオリーブの物の同様人気がある。他にも石や 大理石を加工したものや、織物、家具、調度品などがある。別レヘムの工場では、塗料やプラスチック、合成ゴム、医薬品、レンガ、タイルなどの建設資材、パスタや菓子類を中心とした食料品なども生産している。クレミザンワインは1885年に生産が、始まりクレミザン修道院の修道士の手によって、醸造されている。ブドウは主に、 あるハデル地区で栽培されている。2007年のワイン生産量は年間およそ70万リットルである。2008年、当時首相であり、前財務長官のサラームファイヤードの呼びかけによって、ベツレヘムでパレスチナ投資会議が開催された。会議では、1000人以上集まったビジネスマン、銀行家、政府の代表者らに、中東全域からヨルダン川西岸地区及び、 ガザ地区への投資を呼びかけた。パレスチナ自治区への事業投資には総額14億米ドルが集まった。生誕教会観光はベツレヘムの最も主要な産業で地域経済の発展に重要な役割を果たしている。労働者の20%はこの産業に従事し、ベツレヘムには毎年200万人以上の人が訪れる。 都市の財源の65%近くが観光によるものであり、政府の財源として見ても11%にもなる。高端教会は、ベツレヘムの主要な観光名所であり、キリスト教巡礼者を引き寄せている。都市の中心部、メンジャー広場にあり、聖なる洞窟と呼ばれるイエスが高端したとされる洞窟の上に存在する。近くには、聖家族がエジプトに避難する前に隠れていた。 ミルクグロットがある。隣にある洞窟はヒエロニムスが宗教改革まで権威ある。ラテン語訳聖書とされたブルガータ政策のために30年過ごしたと言われている。ベツレヘムにはおよそ30のホテルがある。教会近くのジャシルパレスは1910年に建てられ、ベツレヘムで最も古いホテルである。イスラエルとパレスチナ間の紛争のため1 0 0 0年に閉鎖したが、 2005年にジャシルパレスインターコンチネンタルベツレヘムとして再オープンした。第一次インティファーダの前まではその観光収入によりイスラエルで食を探す必要性は薄かった。しかしイスラエル西岸地区の分離壁により観光客が減るとほとんどの住民は過労じて生計を立てている状態である。1997年イスラエル軍はイスラエルから ダケル病へ向かう者を守るため、ベツレヘムからダケル病へ至る主要道を遮る形で壁を建造した。これにより、聖書にもある古くからのルートが切断された。イスラエル側からダケル病へ訪れる者の数が増加しているのに対し、パレスチナ側からは減っている。クリスマスの巡礼者、1890年新約聖書には、イエス・キリストは、 ベツレヘムで生まれたとする記述がある。ルカによる福音書によるとイエスの両親はナザレに住んでいたが、クレニオの人口調査のためベツレヘムに戻り、そこでイエスは生まれた後にまたナザレに戻ったという。マタイによる福音書では生誕前にナザレに住んでいたことは書かれておらず、またナザレに行ったのは迫害を逃れるためと書かれている。また、 三箇所にある言葉をベツレヘムにメシアが生まれる予言と捉えていた。現代の学者の中にはイエスがベツレヘムで生まれたことを疑問視している者も,もおり、聖書のこの話は歴史的な記述ではなくイエスの誕生を予言の成就、そしてダビデオの系譜とイエスを結びつけるために考え出された象徴的な話であると見ている。2005年に 考古学者のアビロム・ワシュリーはアーキオロジー誌で、イエスが生まれた当時、現在のベツレヘムには定住の痕跡は存在しないと指摘し、イエスはガリラヤのベツレヘムに生まれたのではないかと仮説を立てた。2011年、ビブリカル・アーキオロジー・レビュー誌で、ジェローム・マーフィー・オコナーは、伝統的な立場からイエスはエルサレム近くのベツレヘムで生まれたと反論した。 キリスト教弁償家ユスティノスは、ユダヤ人とリフォンとの対話の中で、街の外の洞窟で生まれたと書いている。子供が、ベツレヘムで生まれた時、ヨセフは街に宿を借りられなかった。そこで彼は、街の外にある洞窟を借り宿とし、そこで、マリアがイエスを産み、イエスを、バオケに置き、そして、アラビアから来た、東方三博士が、そこで、イエスに出会った。ユスティノス、 ユダヤ人とリフォンとの対話78章。オリゲネスによれば、ベツレヘムにある洞窟で生まれたとしている。ベツレヘムの洞窟は、彼が生まれ、海馬を家の中でうぶんぎにくるまれた場所である。そしてその場所の情報は伝わり、外国人が信仰を示し、キリスト教徒に崇敬されるイエスが、確かにこの洞窟で生まれた。オリゲネス、ケルススフ第一巻十一章クリスマスイブの、 カトリックの行列2006年ベツレヘムではクリスマスの祝祭は3つの異なる期間に取り行われている。12月25日はカトリック教会とプロテスタントにとって伝統的な祝日である。しかしエルサレム総主教庁、コプト聖教会、シリア聖教会では1月6日から祝い、アルメニア聖教会では1月18日から祝う。 いくつもの宗教的な行事と行列からなり、多くの行列では、メンジャー広場を通って、生誕教会に向かう。カトリック教会では、聖カタリナ教会で祝い、プロテスタントは、羊飼いのので、祝いの行事を行う。ベツレヘムは、パレスチナの伝承に、ゆかりのある聖人と預言者の祝祭を行う。聖ギョルギオス、または、あるハデルの祝祭は、 毎年5月5日から6日にかけて、キリスト教徒とムスリムの間で行われる。エリアの奇跡を記念して取り行われる聖エリアの祝祭は8月2日に行われ、これもまた、キリスト教徒とムスリムが共に祝う。ベツレヘムの民族衣装を着た、女性女性の民族衣装は、強い光沢と鮮やかな色彩を持つことで知られ、伝統的な花嫁衣装である。よりカジュアルな服装は、 藍色の服に一部が羊毛で折られたシュと上から羽織っていた。特別な行事では、縞模様の絹織の服に別れヘムジャケットとして知られるトックスレイという短めの上着を羽織っていた。トックスレイはベルベットやブロード製で通常大きな刺繍がしてあった。上着の下の衣服は翼のような広い袖を持ち、短い上着から袖が垂れ下がるようになっていた。金や銀 剣士の使い方が独特で、様式化された花柄を描き出している。この技法は、古典的で格式高い花嫁衣装に使われている。ビザンツ様式にこの技法は取り入られ、また、オスマン帝国の支配者階級の清掃にも取り入られた。教会の祭服にも、その豪華な刺繍と銀の二色織は表されている。真珠母細工職人、二十世紀初頭ラデン細工は、 ベツレヘムの伝統的な手工芸品でイタリアから来たフランシスコ会の修道士が15世紀頃に持ち込んだと言われている。継続的な巡礼者の訪れによって需要が高まり、少なくとも17世紀には女性の仕事ともなっていった。リチャード・ポーコックは1727年にベツレヘムを訪れた際、これについて書き留めている。1991年に パレスチナ遺産ンセンターがベツレヘムに建てられた。設立目的はパレスチナの民族衣装、芸術、伝承を保存し、広めることにある。ベツレヘム国際センターでは、言語やガイドの訓練を行い、女性や若者たちの支援を行っている。エドワード・サイード国際音楽院のベツレヘム支部には500名の生徒がいる。その主な目標は子供たちの音楽教育。 教師の育成、音楽研究の支援、パレスチナの伝統音楽の研究である。ベツレヘムには博物館が4つ存在する。クリブ・オブ・ザ・ネイティビティ・ミュージアムではイエスの生涯を模型で31点展示している。またシアターでは20分ほどのアニメーションも上演している。バット・ジャイア・カマン・ミュージアムはベツレヘムの旧市街に立ち、その歴史は18世紀に遡る。 UNDP、ギリシャ製協会と協力して、デパートメント・オブ・アンティキティスが1998年から2000年にかけて復元し、オリーブ油の生産に関する展示を行っている。バイツナール・ドルエミー・ミュージアムは1972年に建設され、ベツレヘムの文化に関する展示を行っている。インターナショナル・ミュージアム・オブ・ネイティビティはユネスコによって建設された。 ベツレヘムにおけるハマースのデモベツレヘムはベツレヘム県の成長所在地である。1876年にベツレヘムでは最初の地方選挙が実施された。ベツレヘムの旧市街にある各地区の代表者たちは町の各部族を代表する7名を地方議員として選出することに決めた。後にホラヒューアとナジョジラ地区どちらかの代表を8番目の議員として 認めた。市長となった者がカトリックであった場合、副市長はギリシャ政教から選出されなければならない。逆に市長がギリシャ政教なら、副市長はカトリックとすると決まった。さらにその後1952年にシリア人地区が加わり救名となった。1953年にベドウィンのターマラ部族とパレスチナ難民の代表が、 加わり市会議員は11名となった。1976年に法律が改正され、女性参政権が認められ、投票資格は一定の納税をしている21歳以上、非選挙権は25歳以上のものに与えられた。2014年の時点では、市会議員は市長と副市長を含め15名で構成されている。特別な法令により市長は、 キリスト教徒でなければならない。市議会には政党の支部があり、共産主義者やイスラム主義者の政党もある。パレスチナ解放機構の左翼派閥である、パレスチナ解放人民戦線やパレスチナ人民党は、大抵の場合、議席を確保している。ハマースは2005年の選挙で、多数の議席を占めた。2012年10月の選挙では、ファタハのベラ・バブーンが勝利し、ベツレヘムで、 初の女性市長となった。1997年のパレスチナ中央統計局の調査によると、10歳以上のベツレヘム市民は84%近くが読み書きを行える。1414 14人は学校に通っていたことがあり、4015人は初等教育まで3578人は中等教育まで2821人は高校に通っていた。 高校に通っていたもの,のうち約14.1%は高校を卒業している。2006年にはベツレヘム県には135校の学校が存在した。100校はパレスチナ自治政府の教育長が運営し、7校はアンルワによって運営され、28校が私立校となっていた。ベツレヘムにはベツレヘム大学がある。この大学は カトリック教徒の高等教育を行うために、教学の大学として1973年に、ラサール会の伝統に則っ,って設立され、どの宗教を信仰していても入学できる。西岸地区で初めて設立された大学であり、ラサール会がパレスチナやエジプトで学校を設立した1893年に、期限を持つ。ベツレヘム市内の通りベツレヘムには、 民間企業が運営する3つのバスターミナルがある。バスは、エルサレム、ベートジャラ、ベートサフール、ヘブロン、ナハリン、バティア、アルハデル、アルウベーディア、ベートファジャー行きが運行している。2つのタクシー乗り場からは、エルサレム、ベートジャラ、ベートサフール、テコア、ヘロデオンに向かうことができる。レンタカーも、ムラドとオラービーの営業所が存在する。 西岸地区のバスとタクシーの免許ではイスラエルに入国することができず、エルサレムにも許可なく入ることはできない。イスラエルが建設した分離壁は市街地の北側に沿って建てられ、数メートルの範囲内に片側に間難民キャンプがあり、反対側にイスラエルの地区が存在している。ベツレヘム都市的集積地域から他の西岸地区への出入りはイスラエルによる検問所と、 道路封鎖により混乱になっている。西岸地区からエルサレムに向かうベツレヘムの住民は許可制となっている。ベツレヘムの姉妹都市、兄弟都市一覧。ありがとうございます。